안녕하세요젠다마선생です。この道具一丁木綿です。木綿の水を切って、これをやっぱり食べやすく切りましょう。食べやすく半分にして、これをまたこうやってこうやったら、ちょっとこう1センチ幅ぐらいでこうやって切ってください。こうしたらだいたい5等分で60等分になるんですけど、これを塩で軽く両面にこうやって振ってください。両面に下味を入れます。そしたらここから水分が出ていきます。塩は韓国の細かい塩です。粗塩を細かくすりばしてこうやってもいいんですね。こうやって下味を入れました。塩が馴染む間には万能ソースに残った野菜にちょっとつけておきました。この万能ソースを入れましたね。それでこれトッポッキソースなんです。このトッポッキソースはそうめんや煮物入れてもすごく美味しいです。少しトッポッキソースも入れて、こうやって味をつけるようにしてください。このままビビンバみたくご飯に入れて混ぜても美味しいんですけど、今日はサラダ油いきます。それから豆腐をこうやって水が出たらこうしていきます。これで熱したフライパンに水を取って、こうやって両面を焼いていきたいと思います。この時は美味しくなれとね、マシケデーラと気持ちで焼いていきます。うわ、ジェンダマ先生のソースは何でもできるんですね。そうなんですよ、ジェンダマ先生は私ですよ皆さん。で、ジェンダマ先生のソースで美味しい家のご飯を作ったら、みんながうわー、こんなに簡単にできるんですねとことをよく言われます。私の実はね、私の家でもこのソース6種類を入れてご飯を作っていくんです。家で作れたのに手間をかけてご飯を作ることがすごく大変です。だからこそ簡単にできる方法で、私の万能ソース、無添加ですよ。添加物一切入ってないので、とっても安心して食べれます。はい、その間に今こうやって、はい、豆腐がこうやってこんがりこんがり焼けるんですね。一個ずつ丁寧にひっくり返しましょう。今私は強火にしてから中火に変えてるんですよ。火の加減はすごく大事ですからね。これがまんべんなく全部焼き色がつけた段階で上にソースを乗せて少し煮詰めていくんですけど、もうちょっとね、焼いた方がいいですね。こうやって焼き色がきれいにつけたら、おお、きれいになりました。はい、一個見せましょうか。はい、今焼き色がひっくり返って、こうやってこれもなりました。そしたらこれで全部焼き色がすごくきれい、いいですか。ここまで焼いたら、ここに、はい、このソースを、さっきトッポッキソースとカニのソースを上にちょっとこうやって野菜と一緒にかけてください。ここにちょっとごまを入れるなら、こうやって入れてください。全部水分が飛んじゃうから、はい、これでこれでこれで今私弱火ですよ。はい、こうやってこれをもう炊き上がる。これは家に急にお客様が来ました。おかずがない、
これ一品をこうやって刺したらとっても綺麗、それから本当にご飯が進むんです。それと皆さん豆腐嫌い方はほとんどいないので、もう家には豆結構ね置く方多いんです。日本人は特に味噌汁に豆腐入れるので必ず豆腐はあると思います。だからこのに醤油パンのソースにまたコチュジャン、でも辛いが苦手の方はこのコチュジャントッポキソースは入れなくていいです。これが一品できたので、これからきれいに持っていきましょう、はい、今日の気持ちは白いよりはねえこの色ですね、はい、これでこう一品一個ずつ盛り付けしていきます。家族が4人の方は4個、ね、5人の方は5個で、1個ずつ皆さん召し上がるように、これで出来上がりです、はい、いかがですか。とっても綺麗、美味しそう、それからご飯に進む、はい、今日は木綿の醤油ソースとそれからトッポキソース、これで一品ができました。はい、今日も美味しく晩ごはん、それから朝ごはんに使ってください。はい、ありがとうございます。